皆さんこんにちは、今日は5月の3日です。今日はですね、私たち家族はですね、郡山市で開催された憲法を考える市民の集いというものに参加をしてまいりました。とてもためになりました。今日のですね、憲法を考える市民の集いにはですね、基調講演としてね、元文科省の事務次官の前川喜平さんのね、これはオンラインでの講演になるんですがね、まあコロナの関係でね、オンラインでの講演ということでありましたが、まあその内容についてはね、いわゆる教育行政に関わったね、事務系のトップとしてですね、いわゆる教育に関して、の問題ですね。で、今回自民党が出している改憲の4項目についても教育と関係する項目があるんですがね。まあそういうことの関連も踏まえてね、いろいろお話を、お聞きすることができました。で、前川さんがね、現在の自民党政権においてね、その改憲の論議についていろいろ出てますがね、まあこれが一つ一つ改憲されてしまうと、まさにね、暗黒世界の方に向かうようなね、暗い本当にね、国民にとってみれば非常にやる迷惑で嫌な、その社会が築かれる元になるんじゃないかということをおっしゃってました。私も当然そう思います。で、憲法というのはね、これ国の基本法でありね、本当にこれ誰でもが守んなくちゃいけない。法律でありましてね。で、すべての法律というのは憲法に違反するような法律は存在してはいけない。ね、国の土台になる法律なんですね。で、前川さんがおっしゃってたのはね、この99条の条文があるんですがね、このすべてをね、実現もできていない状況で改正とは何事だという話をなさってました。当然私どももそう思いますね。だからまだまだね、憲法を実現できてない項目がたくさんあります。政治においてね。こういうことはやはり実現することがまず先であると。憲法改正についてはその後ね、十分に国民の皆さんに問題提起をしてお話をして、話し合いをしてからね、進めるべきもんだろうという話をされても当然のことですね。とにかく憲法改正よりも憲法実現なんだということですね。それからもう一つね、法律も守らない。そんな人間がね、総理大臣なんかやっている時もありましたね。だからとにかくね、政治家というのは当然、法律、憲法を遵守しなくちゃいけない立場にありますしね。で、何よりもやっぱり私たち有権者は、憲法を遵守し、実現できる政治家、そして政治、そういうものをやっぱりね、できるような我々そのものを努力も必要だと思いますね。
だ毎年ね、こういう憲法を考える集いに参加させていただいてね、一つ一つそういうものを考えさせられる、国民の一人としてね、自分たちのやっぱりいい社会を作るためのね、わずかな力であるかもしれませんがね、一人一人がやはりみんなでね、力を合わせれば、いわゆる憲法というものは実現できる方向になるんじゃないのかなと、ね、いうことで、まあ非常に有意義な会に参加をさせていただいたと考えております。まあ皆さんもね、憲法についてね、難しい法律だなんて考えないで、これは国の基本法なんでね、もうそういう関心を持って政治というものを見ていただきたいと思いますしね、政治を我々は監視をするんだということで、みんなでね、協力してやっていけたらななんて思っております。